ボールきちんと選んだことがなかったので、今日は赤坂にあるダンロッピさん、ダンロッピクラブハウス赤坂店にやってきました。場所はですね、国会議事堂前駅と溜池山王駅から徒歩5分ぐらいのところにあります。はい、では早速行ってみましょう。ではボールソムリエの小出さんです。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ボールソムリエって私ちょっと初めて伺ったんですけど、はい、実際どういうふうな形でいろんな方にこうボールをおすすめしたりしているんですか？そうですね、いらっしゃったお客様に対して、はい、まあ、ヘッドスピード、年齢、うん、まあ、こういう、まあ、レベルですね、はい、ゴルフレベルに対して、はい、まあ、言うお客様の意見を聞きながら、はい、それに沿ったボール選びをこちらでご推奨させていただいてますね、はい、ちょっと私もですね、ボール選びってやったことがなくて、はい、っていうのも、まあ、いただいたボールをそのままラウンド中に打ってみて、あ、はい、あ、これやっぱ合わないなとか、はい、これ合うなとか思いながらやっているんですけど、はい、まあ、こうヘッドスピードとかそういうのを測定した上でボール選びってしたことがないので、はい、ちょっと今回ね、ぜひどういうボールが私に合っているのかとか、まあ、どういう選び方をしたら、合うボールが選べるのかっていうのをちょっと教えていただけたらなと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。まあ、うちのダンロップですと、はい、またはまあ、プロが使われているジェットスター XV、はい、まあ、スリクソンのジェットスターシリーズですね、うん、でこちらの XV と、まあ、ジェットスターというボールがございまして、うん、こちらが、まあ、スピン系重視のプロ上級者、まあ、ヘッドスピード高い、うん、速い人用のボール、はい、ボールという形でこちらでお出ししてまして、はい、こちらですね、飛距離重視、はい、まあ、ヘッドスピード、こちらスリクソン X っていうのは今年出たタイプなんですけど、はい、スリクソン X 飛距離、ヘッドスピードちょっと速い人向けの飛距離重視のボール、でこちら、まあ、ゼクシオですね、ヘッドスピード、はい、ちょっと、まあ、低い、まあ、低かったり、まあ、力のない方向けに出しているゼクシオスーパーソフト X っていうこちらのボールが4種類ありまして、はいはいはい、でこちらのタイプで、まあ、そのまあ、ブランドとか、はい、まあ、ヘッドスピード、力、うんうん、技術、うんうん、その他を加味しながら意見を聞きながらボール選びっていうのをやっておりまして、その中でちょっとこれでどういう風に測ってどういうタイプが合うかっていうのをちょっとやってみたいと思いますんで、はい、あと普段私、はい、いろんな球使っボール使ってるんですけど、はい、まあ、ドライバーとかちょっと長い距離打つときに、はい、まあ、曲がってしまうボールがあったりするんですね、はい、そういう時そういうボールはどういう、あ、曲がってしまう、まあ、そうなってきますと、うん、実際、まあ、クラブもありますけども、うん、そのボールヘッドスピードに対して、うん、いかにどれだけボールが潰れやすいボール、うん、もしくは合ったボールっていうのが、うん、基本的にドライバーでの基本データから基づいて、まあ、打感とかもありますが、うん、それをいかに潰せる、はい、いかに活用できるボールっていうのは選ばないといけないので、はい、やっぱティーショットっていうので、まあ、初めにちょっとドライバーでデータを取らさせていただいて、うん、はい、ちょっと見させていただきます、はい、普段がいつもどんなフラー、テーラメドのフローレの、はい、F、フローレ、R シャフト、R シャフト、はい、すいません、うちダンロップなんで、はい、ゼクシオで行かさせていただきます、はい、すいません。うち今ダンロップですと、まあ、弾道測定器っていうか普通のものありまして、はい、デジタルインパクトっていうこういう機械がありまして、はい、そちらでですねドライバーのデータ測定っていうのができまして、はい、ヘッドスピード、ボールスピード、まあ、バックスピン、打ち出し角、はい、こういう形でデータを取れます、すごい、はい、でその流れでヘッドスピードに基づいて、まあ、バックスピン量が多かったりヘッド少なかったり打ち出し角、うんうんうん、ボールに対して変わってきますので、ちょっとそちらで一回、はい、何回かちょっとデータを取らさせていただいて、はい、初めにですね、はい、うちのこの測定ボールってのあるんですけど、測定ボールに対してコースボールの比較っていうのをやってみた方がいいと思いますので、ちょっとこちらで一旦ちょっと、ね、はい、何球か打ってからデータ取っていきたいと思いますので、はい、じゃあ、はい、打ってみます。ちょっと下入りましたね。ですよね。データが出まして、朝一の方が良かったっていう状況ですね。はい、
でこちら今ですと平均ですとヘッド、はい、まあ、2球だけの平均なんですけど、ヘッドスピードですと 36.9、はい、でボールスピードがまあ平均 50.3、はい、でまあ、ちょっと2回目の 19.7 というのはちょっと下から入ってきてしまった分だけ打ち出し角高くなってバックスピン量が減ってしまった傾向があります。でここまあ1球目の方ですとこれ39の2669回転でまっすぐになってるんですけど、本当にまっすぐ行ってますんで、これで今この松山君が使ってるボールを打ったらどうなるかというのをやってみたいと思います。こちらはいきます。はい、飛んでる、さっきより。はい、こちらですね、見てもらうと分かりやすいんですけど、このクラブ A というのがうちの測定器、はい、測定ボールなんですけど、ここのボールスピード、うん、見てもらうと分かるんですけど、 50.6、はい、50.6 だったのがボールスピード 55.3 という形になります。へー、伸びた。はい、ちょっとこれ2球目キャンセルしてみましょう。打ち出し角が 13.1、 バックスピン量がこういう風に形なんですけど、 XV にすることで打ち出し角とバックスピン量が上がります。サイドスピン量が若干多かったのが、これ直進性が上がる分だけ減ります。でトータル飛距離も逆にこれだけ 20ヤード伸びる形になります。ですから今までちょっと軽く右に行ってた、左から右に行ってた球がクラブ B、この Z スター XV にするとこういう形ですね。左目からストレート、はい、まあ、ジャックほぼストレートの球ですね、うんうんうん、これ見る、これも 3D 表示とかできちゃうんで、すごい、まっすぐです。まあ、すごい。これをさっきのやつにすると球の高さが変わってるのが分かります。こういう形になるんです。スライス、はい、ボールの違いでこれだけ変わってきます。あ、なるほど。はい、次の XV に変わりまして、柔らか、まあ、ちょっとスピン性の高い Z スターというボールに、ボールナンバー黒い方のタイプですね、うん、こちらにちょっと変えて、はい、この方が捕まった感じするかも。まあ、このヘッドスピードっていうのは慣れてくるとやっぱ上がってくるんで、ここはまあ、まあ除外視して、このボールスピードですね、やはりボールが潰れる分だけボールスピードは上がります。で逆に今度は打ち出し角が低くなってボールのバックスピン量が増えるんですよね。高さが低くなるとか、低くなってこう吹けるっていう感覚、吹けるって言っちゃいけないんですけど、ボールの逆回転、バックスピンが増える。左の位置ね、サイドスピンが131、まあ、131っていうのはこちら数字の右に行く、はい、軽く右に行ってるんですけど、この柔らかい捕まったって言われてて、うん、左に行く触れた角度っていうのは2になって、うん、ストレートちょっと左目からちょっと戻ってきてる。で要は左に捕まった感覚が強い、うん、今の方がちょっとクラブにこうくっついてる感じがすごい強かった気がします。はい、こちらがまあディスタンス系と言われるボールなんですけど、はい、それに対してどういう結果が出るかっていうのもちょっと試しにやってみましょう。そうですね、それが飛ぶ、はい、そうです、今回うちの新商品ダンロップ飛距離を重視した究極のボールという形でお出ししてますので、通常の男性とかヘッドスピード、はい、女性の方でもヘッドスピードが速い方が飛距離を追求できるボールになっておりますね。でもドラゴンフェンスとかもっと飛ばしたいなっていう時に、はい、この球に変えればさらに、そうですね、という感じですかね。コンペであればこれを使っていただければドラゴン取れる形になります。 スティックソン X 打ってみますね。微妙かも、なんか硬い。そうですね、今の全然飛んでない気がする。ところがですね、あれ飛んでる。これも、でももっと振らないとダメかも。これがですね、ヘッドスピードが若干落ちて、まあ、多分今ダメって言われたのがちょっとヒール気味にも行きました。そうですね、ヒール気味にも行かれたっていうのもあるんですけど、こう左から芯を食ってて、ヒールを食っててもやはり右に行きにくいんですよ。で直進性が高い分だけ飛距離的にはさっきの、まあ、良さげだと言ってたこのスリクソン XV っていうタイプに比べると遜色なくいけてるわけです。はい、重い。やっぱインパクト重く感じますか？重く感じますね。すごい飛んでる。飛んでる。
でこちらですね、見ていただけるとこのボールのスピードですね、やっぱり飛距離に特化しているので芯を食った時にボールのスピードが2ぐらい上がるんですよ。そうですね、こちらですね、スリクソン XV を打った後が 55.3 ってなってるのをクラブ D になってくると 57.0、 すごい。でその打ち出し角を上がった上でボールのスピンのこのバックスピン量ですね、がこのボールのバックスピン量というのが究極に変わってます。2870だったのが2203という形で直進性を強くして、キャリーで198は XV と変わらないんですけど、これだけボールスピードが変わっているのでランが伸びてます。はい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 、220も飛んでます。すごい。私を力がない人向け、女性向けですね、頭ちょっと打ってみます。あ、上がった、めっちゃ飛んでる、嬉しい限り。さっきのやつ消しておきました。すごい飛んでるじゃないですか。そうですね、こちらやはりスピン性能のあるボールとボールのスピン量が少し大きくなって柔らかい分だけ球が捕まってくれるんですよね。そうですね、捕まりましたね、はいはい、ちょっともうちょっと硬いボールとかそういうの、はい、ディスタンス系であればスーパーソフト X でも問題はないんですが、捕まってしまった時に柔らかい分だけ左に行く傾向はある場合がありますね、はいはいはい、でも飛距離は格段に捕まっていく、伸びてます、ね、伸びてます。アプローチパターというのに対してどういう打感かというので選んであげる、うん、はい、でまあ、お客様の、まあ、期待ですと、あの飛距離伸ばしたいんだよねとかになってくると、そこの部分で変わってくるっていうのがボール選びの流れになってくる、はいはいはい、まあ、そのプラス、まあ、クラブ選びっていうのもそれに直結されてくるんですけど、うんうんうん、クラブがあった上でボールを選んであげるとその人の最大ポテンシャルという形で、まあ、今回のコンセプションは真空体験という形で、いやもう、はい、ほとんど練習というか素振りとかしてないで打ってても、はい、本当に真空いますね。そうですね、あの本当に真空いってる、うん、はい、さっきから曲がってません。そう、ミスしても10ヤードぐらいしか、はい、こう飛距離が落ちてないので、はい、何ですかね、何も考えずに触れるクラブですね。そうですね、うん、データがじゃんこんな感じで出てきてます。すごいですね。次もやってみます。はい、以上ですね、ドライバー打つ時のボール選びについて教えていただきました。はい、次はですね、アプローチパターンもちょっと選び方変わってくると思いますので、そうですね、はい、次の動画でぜひ教えてもらえたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、皆さんご視聴いただきありがとうございます。ボールの選び方どうでしたか。今回ですね、このスリクソン Z スターのリンゴルフマーク入り、こちらを20名様にプレゼントしたいと思います。応募の方法は、概要欄、こちらとですね、概要欄コメントに書いてありますので、ぜひ応募してください。いいですか、すいません、応募お待ちしてます。